コサルの方があまり好き嫌いなく何でも食べてくれます。ですのでこの赤足でプラングルアを、まだ今の時期新芽が出てくる夏の暖かい時期にはいいんですが、冬になってくるとね、非常にご飯が大変だ。お猿さん、僕もお猿目線で常に葉っぱ、うまそうな葉っぱはないかって前を周りを探すような感じになります。赤アシドクラングール、ちょっと名前が長いんですが、最初についてる赤足っていうのがもう姿を見てお分かりのように足が赤いから赤足という名前がついてます。ちょうどね、膝からくるぶしぐらいにかけて赤茶色をしているのが分かると思うんですが、この足がちょっと赤いから赤足ドゥクラングールと、下のドゥクラングールっていうのはなかなかお子さん発音できなかったりするんですが、ドゥクっていうのが現地の言葉でお猿を指す言葉で、ラングールっていうのもお猿を指す言葉なんですが、痩せた細い猿っていう意味があるそうです。赤足ドゥクラングール、足が赤いだけではなくて、背が今度は肘から先が白かったり、太ももは黒かったり、体はグレーだったりしますので、非常にカラフルな色使いの体をしています。世界で最もカラフルで綺麗なお猿さんなんて言われたりしますので、ちょっとお顔も見てもらうと、薄い黄色に真っ黒な非常に大きな目がついてますので、整った綺麗なお顔をしてるんですよね。ちょっとイケメンじゃないですか。イケメンですよね。で、女の子なんかもね、すごく小顔で目が大きいので、今時な感じの顔をしてると思います。こっちも食べる。はい、どうぞ。さあ、この赤シルクラングールは皆さんでもね、顔の違いが非常に分かりやすいお猿ですので、こちら顔の写真なんですが、今手前に座っている鯉さんの写真です。これ鯉の顔ですね。で、奥に座っているツバオと見比べると、ツバオの方はちょっと小顔なのもあるんですが、これがね、オスとメスの違いかというとそうでもなくて、ズーラシアにはこの2頭の他にあともう2頭大人のドゥクラングールを飼育していて、オスが2頭とメスが2頭いるんですが、オス同士を比べてもこんな感じで顔が違います。わかりますよね。今日運動場にいるのはこちらコイなんですが、お部屋でお留守番しているラーと比べると、ラーの方がコイよりも顔が横に広いんです。で、コイの方がちょっと面長な感じで、もう一頭お留守番している